増原敦史です。23歳です。奈良県の柏市ってとこから通わせてもらってます。趣味はトレーニングです。そうです、目標に向かってまっすぐ進む人だと思ってます。学生の頃は小学生から高校までずっと野球をしていました。将来の夢はしっかりと働けるようなトレーナーになりたいです。はい、そうです、学生の時に野球をしていたんですけど、その時に3年間そうやって自分なりに努力し続けたら結果が出たということです。トレーナーになろうと思った時にいろんな学校を調べさせていただいたんですけど、その時に SNS の方で見つけさせてもらいました。はい、最終的に来させてもらって JOT の方にで実際話を聞いてここで勉強したいと思ったので決めました。今はそのネスターに資格を合格するために海洋学やで実技では正しいトレーニング方法など教わっています。より多くの人の人生を変えていくようなトレーナーになりたいです。やっぱり講師の方いろんな人がいるので、そこから正しい知識と技術がすごく学べる学校だと思っています。これからトレーナーとかスポーツ関係の仕事に就きたいと思っている人はとりあえず一回話だけでもいいんで JOT の方に運んでいただきたいと思っています。パーソナルトレーナーになるならネスタ認定校 JOT へ。トレーナーに必要な知識を学べ、資格取得を徹底サポート、個別相談会も開催しています。詳しくは概要欄をご覧ください。